どうもでですキタロです今日は BE:FIRST の「シャイニングワンミュージックビデオの感想についてやっていきます、まあ、8月にねちょうど BE:FIRST がプレデビューから2周年迎えてで我々ねそのタイミングで「シャイニングワンのミュージックビデオやろうと思ってたんだけどちょっとねタイミング遅れちゃったんだけど月ね。ろそれさ8月で OK はなんかそういうきいたらさんがこじんだろう気にしちゃうきいたらさんが「 許せるみたいな感じなんだろうなって今思いました。そうそう、正解。<laughs> <laughs> まあちょうどプレデビューの2周年の時にはさ、生配信やってくれたりとか、まあその後もね、ビーファストいろいろね、目白しだったから、ね、あれだったんだけど、まあちゃんと我々ほら追っかけ雑誌とやってる身としてはね、ほらちゃんと一途ずつ追ってく義務がありますから。<laughs> 義務 <laughs> だいぶ強い。うだねそうだね。使命だね。うん <laughs>。え、でもさ、そのスッキリもも,もちろんさ、そのヒ露ローのやつ見てよかったけど、<うん S 1> やっぱ MV ってさ、結構改めて見ると、なんか、 新しい気づきというか発見あるっていうか、なんかおめでとうの気持ちめちゃくちゃ溢れ出るよね。うん、<laughs> まずは。そうだね。なんかちょうど本当にさ、あの、当時ね、公開された時も見てたし、我々多分収録前の雑談の時とかで、ね、多分一緒に見たりしたこともあったのに、b ファース r まだ取り扱ってなかったけど。うん、うん、うん。だけどやっぱりいろんなさ、ザストを見て、いろんなことをさ、いろんな活動を見てきてのこれってやっぱちょっと思い違うよね。うん。 なんか、やっぱザ・ファーストの時には、ああやって苦労してた、あのボーイズが、もうアーティストじゃんみたいな、なんかそういう驚きあるじゃん。うん、で、この感覚ってさ、やっぱりオーディションいろいろ見てると、やっぱ毎回あるわけだけど、まあ、漏れなく、やっぱ、 ね、この b フ f ー s t の社員はもう同じように、なんかそういう思いで見てしまったわ。うわ、すごい。本当にデビューするんだね、みたいなさ。なんか追っかけで見てた身ではあったけど、でもこの思いってさ、やっぱりいつ見てもさ、なんかあるよね、感じるよね。うん。やっぱミュージックビデオってね、やっぱアーティストのなんか、第一歩感あるっていうか、このファン側としては。なんか、いつもと違った彼ら感がすごいからさ、やっぱり。 そうだね。オーディションでやってたステージとはもう違うもんね。本当に、このために撮って、みたいな、編集してっていうさ、やっぱり特別感はあるもんね、ミュージックビデオって。うん。てか、やっぱさ、あのー、ね、歌手やりたい人なら、やっぱさ、こう、憧れのやつだよね、MV ってね。う,ん、うん。あとさ、やっぱコメント欄もさ、たくさんのコメントがあってさ、なんか結構いろいろ見てくと、 ちょうど結構1ヶ月前ぐらいなのかな ?4 週間前ぐらいに3500万回突入したっていうコメントでさ、書いたって知って、で、現時点では3523万回なんだけど、だからなんかずっと愛されてる、ずっと再生されてるみたいな、今も伸び続けてるみたいな感じも、なんかやっぱ原点だからなんかなとか、やっぱなんかそういう特別なみんな帰りたくなるみたいなあるんかなみたいな。あー、そうだね。 なんかやっぱさ、ザファーストがさ、そう YouTube で見れるから、その流れるようにここ来れるみたいなのあるよね。うん、ああ、確かに。YouTube 内で、なんか割とさ、完結できるって言ったらあれだけど、あの日のとかはもちろんね、フール加入すれば見れるし、でも YouTube だけでもめちゃくちゃ楽しめるから。うんうん。うん。確かに流れを感じられるって、いつファンになったタイミングでもできるのはいいよね。そう。で、また最近さ、その BeFirst の、そのもちろん映画で最近、なんか、 その友達に連れてこられて見た子がそのファンになったとかさなんか結構見るじゃん X でポストでそうだねあと我々のコメントにもいただいたよね映画の感想のコメントであそう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 なんかだしそのも,もちろん最近コラボとかもあるからさそのシュンとのもりゅうちゃんのもなんかいろんなさ ま、サマソンギとかも。なんかいろんなきっかけがある中で、やっぱビーファーストのこれ見たんだけど、やっぱいいですとかさ、なんかそういうのも、なんかコメント見てる感じ、うん、やっぱ YouTube のこの動画のね、シャインワンのコメント見てる感じも多そうだなと思って、うん、すごい嬉しいよね。なんか輪が広がってる感じがね、やっぱいいよね。せやね、せやね。ね、あとごめん、もう最初に言っていい最初のリュウちゃんが、パッと開いた感じのリュウちゃんですごい可愛い。最高じゃないねそうなん。<laughs> ュちゃんの表情可愛いよねへーしかもさダンスめっちゃうまくてさかっこいいのにかわいくてさ、うん、かっこかわいいよねやばいなんかいんで、なんかすごい感想薄くないかっこかわいいとか言って甘辛 <laughs> ミックスみたいな何安易な感じ <laughs> そう, <laughs> そう ま、確かにね、T シャツにね、ちょっとね、カチッとしたレザーっぽいやつだから、マカロ辛ミックスちゃんマカロ辛ミックスやね、ちゃんね。<laughs> ちょうど、<laughs> ちょうど衣装もマカロ辛ミックスだった。<laughs> そう。でもそうだね、最初ほんとリュウちゃんからスタートして、で、パートもリュウちゃんだけどさ、その時の表情ほんとさ、なんか、なんかちょっと目を大きく開く、なんか、ちょっと目をさ、見開くみたいなところとかもすごいよね。うん。えー、なんかさ、今もリュウちゃん結構そういう目を開くようなさ、 表情とか、うん、そのまず表情のバリエーションが絶対今すごいじゃん。うん、ね。なんか本当この時だけのなんか特別感あるこ。なんかこのどっちもなんかこう成長を終える楽しさみたいなすごいね。やっぱり。<laughs> 本当にね。そうな,そうな、うん、まあ。いろんな動画で言ってるけど過去とね今を行ったり来たりしてるからこそのだご味はあるよね。そう。わかるよ。 一生,一生同じこと言ってるけどね、うん、一生に聞きしとってえー、なんかえー、ってなっとるもんねそうそう <laughs> 一生戸惑ったんがいまだにずっとタロコだから戸惑って <laughs> 話しかけんし緊張するしねタロコは <laughs> そう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 いやてかさ結構記憶で話すけどなんか昔 その B ファーストやっぱすごいもう熱量すごかったから、このザファーストからの B ファーストのこのシャイニングワンの流れが、この追ってなかったうちやですら熱量すごいなって思っとったわけだけど、なんか、みんなもちろん、こう、すごいってなっとったと思うけど、なんか記憶に残ってんのが、マナトのそのパソコンさ、カチカチニコニコがいるじゃん、マナトの<ー>。カチカチニコニコ。うん。<laughs> う、つ伏せ寝転び、カチ、うつ伏せ寝転びマナトね。 そう,うつ伏せ寝転びカチカチマナとかさ、なんか、<laughs> えみたいな、なんか湧いてらっしゃる方、めっちゃ多いイメージあって、当時から。うん、なんか、それ急に思い出して、なんか、よくよく考えればマナドってなんかこう、やっぱデビューしてから、より皆さんに、このな、なんか、沼、沼感なんか、あるみたいなさ、ザ・ファースト追ってる時から、あったじゃん、追っかけ雑誌やってる時から、デビュー後、みたいな。 そう,うデビュー後っていうかその結成後だよねきっとねいやこれやんと思って <laughs> そうなんかやっぱアーティストになったからかなんかさその表情のさその肉本みたいなさやつとか結構たっぷり見れるわけじゃんねそうだね確かにオーディションの時以上にねたくさん見られるもんね で、比較的そのさ、表情のさ、そのマナトがどんどん、こう、なんかより良くなっていくのって、結構ファイナル近いところじゃんね。いや、本当に、なんなら本当ショょマネね、サベー,ージ、シャイニングワーン、みたいなね、からのって感じだもんね。そうそうそう。あ、最終審査で、ね、ごめん、間違えた。ファイナルって言っちゃったけど、そう、最終審査あたりじゃん。うん、だから、だから余計ここら辺なんだろうな、みたいな。なんか、わー、みたいな、すごい、このアーティストだね、みたいなさ、感じ。 うん、ある感じがちょっとなんか嬉しいね。なんかそれを感じれて嬉しい。その皆さんの感じをちょっと疑似体験できてる感っていうか、あ、こういう感じなんだろうな、みたいな。確かに、そっか、そうだね。でもそうかも、なんか、ファイナルに向けてさ、マナトどこで見つかったかっていう話をさ、ずっと追っかけ出すの時してたけど、やっぱりなんかで、ね、最後らへんっていう意見がやっぱ一番多かったじゃん。うんうん、なんかファ,イファイナルっていうかそのね、最終シーンさ、でみんながわー、なんかやっぱマナトの本来の感じ出してきたからの、 シャイニーワン MV みたいな感じでさもう確かに爆発するわこの感情がきっとうんうんうんそう大勢の人がねよりね気づいたみたいな感じあるやろね、うん、まあそうかもこの寝そべり <laughs> 寝そべりうつぶせカチカチマナトに <laughs> ニ,ココ <laughs> ニコニコだよニニココももちろんそうだねあとさなんか個人的にはシュントが やっぱ、この時からもうオラつきがすごくて <laughs>、最高ってなっとるね。うん。うん、でもなんか、その、割と、ザ・ファーストの時って、最初が結構人見知り感あったり、途中可愛い感じだったり、もちろんさ、歌ってる時もすごいかっこいいし、ロケやばいって感じなんだけど、やっぱその、B ファーストになってからよりなんかオラつきみたいなところうん。うん強く感じるようになったかもな。なんか、ムーブオンとかももちろんすごかったけど、ギャラーでね。確かに。ザスト中はオラつきって、 なんかそうだねオラつきの印象そこまで強くないかも今がやっぱすごいねやっぱり、うん、リファスになってからの方が、うん、そうそうそうなんか結構「シャイニングワン」に出てないそういうあああの久保先輩だ感というかその久保先輩身で言ったら今の方がもちろん強いややこしいな <laughs> 久保先輩身で言ったらもちろん今の方が強いんだけど <laughs> この時はめちゃくちゃこうなんかかっこいいなみたいな改めてさ、うん、その「ザ・ファースト」っていうところから見た時に。 そうだねやっぱデビューってなったらまた春闘の中でも意識とかやっぱねスイッチオラオラスイッチみたいなんがんかやっぱさらにね、うん、ついたんかもしれんね。ねであとさくんなんだけどなんかここさ後半そのくん以外もなんだけど「イエ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 イ」のさ「タタタ」のとこそのさくん、ね、がカッコつけたシーンあるんで、ね、味でいいなんか。 ニコニコりょうくんとまた違った良さってやっぱ MV でさ見せてくれるから、からそれ、それじゃんと思ってさ。いや、この表情マジで最高だよね。ね。いや、もう多分我々が言わんでも多分もう全ベスティー知っとるともし多分スクショとかもされまくっとるんやと思うけど、もうここはいいよね、この唇にちょっとね、手を打ぱってね,ね。ね。あとさ、そのリョうくんの、 そのうちらスキパートの前さ、そのダンスブレイクじゃん。でさ、やっぱソータのさ、ダンスブレイクがあった後、最後にさ、横で人差し指立てての <laughs>、うん、の <laughs>、お顔が、なんか、うんってソータがさ、なんか、ちょっとうんとはやらんけど、決まったっていうか、これだみたいな、なんかそういうニュアンスがちょっとうっすら感じられる感じがすごいなんかゾクッとするんやけど、これは私の気のせいなんかね。いや、わかるわかる。その、ちょっとにやりじゃないけど、 にやりまでせんけども、表情でね、なんか。そう。なんかあの、ちょっと一仕事終えた感の、すごいかっこいいやつ出とるよね。<laughs> そう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 。一<ー>仕事終えたとは絶対思ってないけど、そうたは。<laughs> まだまだ終わってないよ。<laughs> まだ MV 途中だからね。そう。なんか思いを乗せてるんかな、もしかしたら。やっぱ1っ,、うん、1>, 1っていうさ、1っていうものを。うん に対してそうだ、ね、なんかここら辺の感じがデビュー今からする人とは思えんぐらいのさなんかうまさじゃないっぱ知らない人からしたらザファースト知らなくても明らかにこの人なんかすごいなとか思わせてくれるような存在って感じするよねそうだねこのダンスブレイカー特にほんとそういうの出とりゃねそう,そうだのねそううんそのあとまた久保先輩のさなんかあご上げ久保先輩のさマジ、うん、なんかワンショットみたいなめっちゃいいいやそうそうそう でさ、両基はごめん、ちょっと最初の方戻っちゃうんだけど、やっぱ運命からの正体へのとこがさ、やっぱり、もう歌番組とか音楽番組でさ、やっぱりあの可愛いさ、 手をさ、パッと広げて、ショーターンインってやるところが、もうあれも大好きで多分一生完成言ってるんだけど、なんか MV では、量気以外はやってるけど、量気はなんかちょっとファサって、その振りやらないんだよね。ねえ。これなんかあれ、うん、なんかどっかでこう、決まったなんかあるんかね。あ、ここでずっと量気これや、みたいなあるんかね。ねえ、なんかそのタイミングはあるんかね。MV バージョンなのか、も,うもしかしたらいつからか、その量気もあの可愛い感じにやっていくんか、 ちょっとわかんないんだけど、僕は。そうだよね。えでも絶対ね、うん、あの、ベスティさんわかると思う。あの、あの <laughs> い、ね、あるじゃん、そういうのって。節目ず、ちゃんとおってたらさ、あるよね、そういうのってね。あるある。このタイミングからなんか振り変わったなとか、ちょっと構成変わったなって、あるもんね、結構ね。あるあるある。そう、あのね、漁期ね、でもね、漁期ね、その振りやってなくてもあの、表情がね、もう最高な。私好きな漁期の表情を言っていいじゃん。なんか、 サビのさ、1分15秒ぐらいのね、イエーイ、ウォーのとこ。ま、りょうくんとりょうきが、ま、格好つけてる場面のところなんだけど、なんか、ここら辺のなんか、余裕たっぷり感がそうです。あー、りょうきの。確かに、いや、りょうきだってベッドの上におるもんね。しかもそう。しかもその後さ、そのりうちゃん抜かれて、てかそのりょうちゃんめっちゃ可愛いね。で、りょうちゃん抜かれた後の、なんかそのまだちょっと余裕をこう残してるりょうきも好きな。なんかずっとグリコリとしてるじゃん。の好きな。本当だ。 <laughs> ちょっとねちょっと後ろめからすごいいい表情しとるねそうなんえー、なんかプレデビューからこの余裕やばいね,ねでもビファースってやっぱさ後ろなんかどっかしら遊びある感じがすごいおもろいねデビューの曲ってガチガチに固めてきてとかも結構多いと思うんだけど、ね、最近だった時になんかやっぱさ曖昧までさアイコンタクト取ったりとかさね全体でこう見てる時にその「ザファースとかの流れそのまま崩してない感じ すごいあっていいね。うん。うん、そうだね。いい感じにラフさみたいなのも垣間見えるのが、なんかいいね。爽やかさっていうかね。うん。え、あとさ、そのジュノンさ、個人的にめちゃくちゃ美女がかっこよくて、今もかっこいい大前提で言うんだけど、えー、みたいな。<laughs> えー、みたいな気持ちなんだけど。ね。なんかさ、この前髪流してる感じとか、すごい好き。いや、わかる。めちゃくちゃ好きなん。 ななんかさそのタイトな感じすごい似合うよんやっぱスラッとねやっぱ足も長いしやっぱりタイトめの衣装すごい似合うよねうんまたさこれ全員で言えるけど、まあ、さっきそのザ「ザファース r かのって言ってこれあれだよねなんか「ザファーストのセットをそのままデビュー決まったって後のやつをそのまま使ってすぐここで踊ってみたいなやつだったよねなんかこの MV のあれはセットはねあのダンスシーンのところは衣装も本当に ね最終審査の衣装だもんねそそそうそうそうだからすごいこうスピードで撮ったって感じだもんねよくあるじゃんね総選挙1位すぐ記者会見みたいなさ <laughs> そうだね 2>, <laughs> <laughs> 2>, 2日後にはもう MV 撮りますみたいな総選挙の存 <laughs> そう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  <laughs> でも多分その日にもう我々すごい素人みたいな発言するけど多分その日に撮ってるんだよね。フォーメーションもすぐ72バージョンにして。うーん。てか、それすごくないもし、ねえ,、うん、え。そうだよね。なんか。 そうフォーメーションに私それびっくりしてよくよく考えれば「あっセットそうだよね」みたいなねエモいやつだもんねみたいなぐらいに思ってたんだけどよくよく考え確かにフォーメーションそうじゃんみたいなそうだって最終審査で5人5人でやってたのがいきなり7人でしかもパートとかのさ問題とか兼ね合いとかもあるからさなんかね、うん、結構すぐやるには大変だと思うけどめちゃくちゃかっこいいよねいやそうなんだからあれかもねその社長とかとスタッフさん デビューグループメンバーどうするみたいな話した時にもちろん多分ん振付け師の方とかもしかしたらすごいいてこれでいくって決めた後にもにすぐ考え出してこうこうこうみたいなとかパートも何なら決めちゃってちょっとある程度、うん、あそっかそっかその説あるねそっかそっかあのー、そういうこともできるねえ分からんそれでどうする違ったら <laughs> 教えていただこう ありがとうございます <laughs> そ。そうだね。あとやっぱりさ、そのザストのさ、やっぱカラーがさ、ブルーだから、うん、そのセットとかさ、衣装とかもやっぱ青の貴重、流れでさ、全部青にしとる感じもなんか好きだわ。ああ、そうだね。崩してないもんね、うん、その世界観をね、本当に。うん。うん。そうな、やっぱりザストからのね、流れだもんね、やっぱシャイニングワンはね。なんかいいね。なんかそのセットはもちろん、その豪華、 な方ではないと思うんだけど、いろんな MVR の中で。まあもちろんそれはさ、デビュー前だからっていうのも全然あってさ、ね、MayQuarPy だってそんな生徒、そういうあれだなわけじゃないし、ね、<laughs> 20の話。なんか、でもなんかシンプルで逆にいいっていうか、なんかすごい良さある感じるわ、今見て、めちゃくちゃ、うん。いや、そうなん、そうなん。シンプルだからこそ映えるみたいな、やっぱ B1st がいればさ、もうストーリーはさ、成り立つわけだから。 そうだね。えてか、なんならね、やっぱり、やっぱァーストのその、なんかどんどんすごくなるっていうさ、その成長みたいな、これからどんどんビッグになる、ドームアーティストになるみたいなさ、なんなら世界行くみたいなのを考えたら最初からめちゃくちゃ派手すぎんのってなんか変化もね、普通に考えれば。うん。なんかやっぱその過程っていうかね、うん。 なんかそれが BE:FIRST らしさじゃんね。やっぱみんなが見守って本当にこう道を切り開いていくみたいなさ、感じがあるから。そうだね。やっぱり本当に社長が取材を通じて始まったオーディションっていう感じがやっぱなんか、なんか土台にあるから。うん,うん、うん。これですごくいいんだな。これがいいなってすごい思うね。わかる。これのなんかいいよね。わかるわ。うん。うん で、以上でね、今回は b ー f ァー s t のシャイニング g ミュージックビデオの感想についてやってたんだけど、このタイミングでシャイニング1の MVP 感想の多分、もう我々ぐらいで多分こんな遅いの、遅いのっていうか、まあ、意味があって今なんだけど、なんて言うんだろう、今やってる人たち。<laughs> なんかしかも、やっと最近取り上げ始めました b ー f ァー s t とかじゃなくて、1年<や>以上経ってやっとる。<laughs> そう。タイミングおかしいよ。そう。一応やっぱプレデビューから2年経った、ギリギリ8月のうちにっていう、こうキータロさんのそう意味を持たせたがり屋のやつだから。最近、キータロさんのさ、なんか、言葉から、発される言葉から私が勝手に推察して、キータロさんのそういう性格だから今こういう風に言ったんだよねっていう、キータロクイズみたいな、勝手に私が開催しとって大体当たってすごいこう、なんか楽しい。そう, <laughs> そう。YouTube 関係ない。普通にね、日常のプライベートなこととかでもすごい当て,てくるから。<laughs> やめてってなっっなとる <laughs> 今,今こういう意味だからラッピングしたんだよねみたいな言葉に <laughs> とか言ってくるもん、ね、そうそうそう,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 そうラッピングですらね暴いてくるからベシ <laughs> <laughs> ティさんもそろそろ当ててくる人い,いそうだ気がするよいやまあそりゃそうかもしれんわ <laughs> まあだからさ次の BE:FIRST の活動が楽しみだよねそうだねホッホッ